その骨折の怪我がやっぱり1年間歯車を狂わせたっていうシーズンだったんで、やっぱりいかに怪我をなく1年を過ごすかっていうのがやっぱり一番大事かなと改めて実感することができたかなと思いますね。まあ昨年の秋のキャンプも今年の春のキャンプも参加することができなかったんで、久しぶりに秋のキャンプフルで練習することができて、すごい自分的にも手応えもありますし、その梨田監督に教わった打撃フォームなどすごい、身についてきた部分もあったんで、もう来年に向けてそれをしっかり、なんていうんですかね、自分のもっと自分のものにして来シーズン戦っていくっていう気持ちがすごい今強いですね。まあ、1年間144試合、出るっていうのがまず第一の目標でありますし、その中で、ピッチャーを助けられるの守備ショートとして1年間出て、しっかりレギュラーとして戦い抜いていくっていうことが自分の一番の目標であります。